ビ。この番組はパチスロの究極に迫るべく数々のミッションに挑戦していく番組である。全てのミッションをクリアできた暁には日本を飛び出し世界制覇を目指す。入場の抽選です。おはようございます。はい、ありがとうございます。はい、ということで、6番。まあ人気集どころで言うと、絆、バジリスク3、この辺がまあ移動人気ですけど、6番だと綺麗に取れない可能性が高いという状況です。さあどうなるんでしょうか。入場です。はい、私6番の入場でございます。前々回は絆番長が好調でしたと。絆が2台取られた。番長か。番長行きましょう。はい、それじゃあ本日1台目は番長3いきたいと思います。こちらのお店でも人気台、まだただ私がねいい結果出せてないので、ちょっと今日はお店的には結構力入ってる日かなと思ってますんで、高設定もしくはプレミアムですね、狙っていきたいなと思います。頑張ります。そしたら朝一打っていきましょう。ちょっと前日のデータ自体は見れてませんが、前日がですね、ほぼ回されてなかったで、前々日が少し良さそうですね。プラス3000枚ぐらいまではいってるんですかね。赤いある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 、書き換えかな。熱いパターンですね。はい、来た。はい、もうやけくそ状態です。プレミアミッションなんで、バンジョー3でいうプレミアはもちろんフリーズと あとは絶頂対決、それも入れちゃいましょう。絶頂対決も設定1でも引けるっちゃ引けるんですけど、いやなかなか言うても引けません。だから要は設定5を探しに行く、それが成功すれば絶頂いく、プレミア成功みたいな、そんな感じになればいいなと思ってるんですけども。おい、ダメよね、それはダメよね。うわー、来た。うわ、負けるんかい。ベルは引けないけど、手加減してくれ。突入のケーキがわからない。そしてベル2回。でも一応カオル先生は出てた。やばいよな。もう完全に良くないな。チャンス目、うまい MV。 さあ頑張って。この時点では弱い。特訓。ある。やばいな、投資がこれで25本。お、粘るな。はい、特訓です。498。まあここからだね。いけるいける。ここで決めたら流れ変わるよ。番長3の男になるんだ私は。やばい、ここで来るかな。よし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 、対決か。これで512ゲーム。ラグビーね、まだあるよ。まだね、全然ある。513ゲーム。さあ頑張って。射程が2人。ここでエンビ。よしよしよし、まだいけるまだいけるまだいけるぞ。うわ、白か。よし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 、あぶねー。516ゲーム。よし、はい、本日2回目ですけど、投資がやばい25本です。で、まあ何はともあれ、単発じゃなければね、持ちこたえられますんで、頑張ろう最後。さあこの大事態で一発目、ここでループを取っとけって話です。ループ取っとけ。前頭からの広角も8分の1、まあここだけでいうとかなり悪いですね。ちょっと結構ダメだったらやめるっていうパターンも。おっ、あー、上がるねこれ。はいよ、ステージアップ。さあこれで対決はもうすぐ行きますよと。よっしゃー、来た来た、噛み合ったよ。言えてない。はい、対決とそこで MB うまし、絶対勝とう。書き換え来ない、一応そこないね。いいよ。ここはない。頼む、勝って。よし、来た。まあ、これが赤だったらね、なんて贅沢は言いません。よっしゃ、ついに噛み合った。これで一気に勢いに乗っていくわけですね。青くないか。さあ行きましょう。もちろんね、轟さんにベル20個ぐらい取ってもらいましょう。さあベル13個、少なかった。まあでもこっからですから。何、大相撲か。いいよいいよ、ダメだ。ベル、おお、勝った。やば、チャッピー勝ってるんで、ループ取れる率は少ないんですけど、取った時のループがでかいと。まあでもこれ白じゃダメか。まあでもストック1個取った、でかい。これで奇跡的にループを取っているってことはないね。はい、まあ、一番夢があるのがチャッピー。あー、熱っ紫ナビマスター。さあここで MV でっか。これは間違いないでしょ。いや今回は噛み合ったぞ。こういう回があればなんとかなる。番長3、よいしょ。あー赤くない。いやでもすごい。おっ引いた。下段すってきたからやばい。やりました。カオル先生いきましょう。全然あっちタイムも何もなし。はいまあでもこれでまた巻き戻りで、そしてストックは取ってますってという状態で、いや乗ってる。うわ熱っ。あー頼む。ベルベルベル。あーもう一回。うわータコいた。熱っ。行きました郷大寺。あー弱い。なんでベル引かない。弱いな。うまいね。ここで MB。 これは取りたいな。弱い。あー対決の勝てなさが半端じゃない。うわここできた。最終ゲームシェリーからの対決。よし来た MV ひだよ頑張れ。くそ力入る。勝てない。ここでレア引いてほしいですよね本当はね。確定画面出ない。さあ頑張って。これでもうストックがない。熱い。つい来るね。さあここで勝つ。あーベル引けねー。よし来た。ナビなしの MB。 はいいただき。はいとりあえず1個ストック。3日目までは延命。これがあるんですね。確定画面出してみたい。さあここに来たらもう今もうベルもないストックもない。あ、いったチェリーだ。チェリーからの対決ですね。おお、気持ちようとするよなダイトさん。リーチミリプレイか。はい、来た。もみじ待ってますんで。はい、対決最終ゲーム。ちょっとヘボすぎますね。いけてるいけてる。さあ今のところ何もない状態。あー弱いないな。頼む、会ってくれ。ないよな、分かりやすい。ないのが分かりやすい。はい、690枚。とりあえず総投資1250枚なんでマイナスですけど、この第1台だと今ちょうどプラスぐらい、ちょうどプラス50枚100枚ぐらいですか。ちょこっとだけ見せ場ありましたけど、とりあえずこれで終了。うわ、そしてチェリー引いてる。シャラ臭いよ。おいほー、チェリー2個目。はい、今4回目まで発展しましたんで確定ですね。ただけジャーニーですね。いや早い。まあでも勝ちますわね。初当たりで全くループが取れない。また1回ですね。660枚、さっきとほぼ変わらずまだらで大相撲もらったか。ここで500引こう。よいしょ、赤い。構成ってあるね。はい、210ゲーム。ああ、ここでレイアップ引いた。うまし。あ、コマド。赤。嘘。軽く当たってるのはまあありがたい、高設定なのかなっていう気もする。はい、メール回数で19ゲーム。うわー最悪。あれ、煽りが来てるのはこれもベル回数か、2で来るか、まあ来ることもあるか、もしくはまだ ART の引き戻しが残ってたりとかって、そんなことある、先に対決が来ることあるかな。ベルが割れた。はい、対決です。どうなんだろう、調理集から書き換えめんこです。さあこれはもうほぼ間違いない。はい、ベルも引いた。まあ大丈夫だと思うけど、いや勝ちまくる、全然伸びないけど勝ちまくる。あー、なんだ今の当たりは、わかんねえ。うわー、熱っ、これでここは、ね、赤ランプになって絶頂も可能性ある。ああ赤じゃない。ボーナスはでかい。頑張ろう。またとりあえずプラスにはいきそう。ちょっと今マイナスまで落ちてました。ベル12って少な、まあしょうがない、まあ、この巻き戻るだけでかいですね。頑張ろう。あんまりぐちぐち言うのやめよう。いやでも今のパターン嬉しいな、天国。あそこから行くと確定なのかな。じゃあ、おっと紫ナビ、ここで、うわ気持ちいい、こんなん当たるでしょ。ここで行きましたね。そしてここで MV 引いてる、天才、天才です。また MV 引いた、天才。あ、はい、背景がチャンスアップ、さらにベル、よし来た、うまい、よっしゃよっしゃ、うまいぞ。え、さあまあでもここでまだ流れ変わるはず。さあ頑張れ。50で煽り赤文字、わ、フリーズしたかと思った。さあここは取りたいところ。いるいるめちゃめちゃいる。チョリディッシュはベル引ける確率が高いはず。なんでだよ。うそ。よし来た、レア役ゲッツ。ダメね。ああただ取れたよ、かなり取れました。プラス駅はい、実戦が終了いたしました。ちょっと外が大雨なので店内でガヤガヤしているかと思いますけども、朝一から、やらせていただいて、6番の入場ということで、入ったんですけども、で、私は、運よくというか番長3が、どうですかね、朝一お客さんが使わなくて私が1人でバット打って、カニ歩きをしたような状況だったんですけども、3台あって3台打ちました。はい、で、1台目が、サクッと200枚ぐらいで当たってですね、これいいかなと思ったんですけど、なかなか子役の落ちとかが良くなかったりとか、広角の移行が見えなかったのでとりあえずやめまして、で、2台目、移動してちょっと朝一恩恵だけでもちょっと取ってやろうかなと思ったんですけど、180ぐらい回して。ちょっと反応が悪かったのでとりあえずやめ、当たらずやめと。で、3台目で、そして最後には、1000ゲームはまりというところまで持ってかれ、その時点で投資が38本、これでチーンと入れていただきますんで、チーン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 、いやーちょっとやられちゃいましたね。どうやったら勝てるんかな。